終末論シリーズ今日からオリーブ山説教を見ていきましょうイエス様が教えてくださった世の終わりについて学んでいきましょう前回までのダニエル書の預言を頭に入れながらこの箇所を読むことはとても助けになりますイエス様は神殿の東側にあるオリーブ山におられたときにこの話をされました でこの時はもういよいよ十字架の受難が迫っているという時でした弟子たちは振り返って立派な神殿に目を留めますマタイ24章一節から二節イエスが宮を出て行かれる時弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示したそこでイエスは彼らに答えて言われた このすべてのものに目を見張っているのでしょうまことにあなた方に告げますここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません弟子たちが指し示したのはバビロンによって壊されたけれどももう一度建て直された第二神殿と呼ばれる神殿です ヘロデ大王によって大改築されたその当時でも類を見ない立派な神殿でした。で、主イエス様は驚くことにこの神殿が崩されると言われたのです。当然弟子たちは驚いてイエス様に質問します。マタイ24章の3節です。イエスがオリーブ山で座っておられると。 弟子たちが密かに身元に来て言ったお話しくださいいつそのようなことが起こるのでしょうあなたが来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうこれがオリブ山説教の始まりですここでは2つの別々の質問が同時になされています1つ目がいつそのようなことが 起こるのでしょうというものですこれは目の前に立っている第二神殿がいつ崩されるのかということですもちろん現在はその第二神殿は立っていませんイエス様が言われた通りに崩されましたそういう意味ではこれは私たちから見たら過去の出来事ですそして二つ目の質問が あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうというものです。これはイエス・キリストの再臨を指していると言われています。ですので私たちから見てもこれは未来の出来事だと言えます。もしこの理解が正しいならば一番目の質問と 2番目の質問との間には少なくとも2,000年の開きがあることになります。1番目は70年に起きたことそして今2020年ですので2000年の開きが少なくとともあるということがわかりますこれがですねこの「新約聖書」の予言を読むときに理解が難しいと思う原因の一つではないかと思います。皆さんもこののオリーブ山説教の 何度も読まれたと思いますけれども一体これいつのことを指して言ってるのかを分からなかったという人は少なくないんではないでしょうか。オリブ山の説教を少しこう詳し詳く見ていきましょうまず第一のこう質問である3節の中にあった「いつそのようなことが起こるのでしょう?」という質問に対しての答えがこの24節4章の4節から 35節までですそして2番目の質問「あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう?」という質問の答えが24章の36節から24章の最後そして25章につながっていきます。で平行箇所である「マルコの福音書」では13章の1節から31節までが1番目の質問。 そして13章の32節から37節までが2番目の質問ですでなぜこの部分でこの質問の答えが分かれるかと言いますとそれはルカの福音書を見るとこの2つの質問を別々の章で取り扱っているからですそのことからあー分かります で第一の質問はルカの福音書では21章の5節から33節第2の質問はルカの福音書の17章の節節から37節に扱われていますでこのマタイマルコルカの3つの福音書はそれぞれの,この著者がですねこう思い思いに書いたというよりもある程度この共通の部分があ,るあったということがこう それぞれの福音書を見,、えー、見比べてですね。分かっています。ですから、この3つの福音書は共感福音書と呼ばれています。で、この3つの福音書はそれぞれ違う読者にあてて書かれました。ですから、それぞれのその読者のために、その編集の仕方と、えー、どういう風うに話し、えー、ゴスペルを伝えるか、福音を伝えるか、またその強調点が違っています。 でその証拠に、えー、先ほど見たようにルカだけはこの質問に対する答えを別々の章で取り扱っていますマタイの福音書は旧約の立法をよく知っている人々に書かれたものであるというふうに考えられていますで一方ルカの福音書はそのルカが異邦人の読者に向けてあまりユダヤ人の立法を知らない人に向けて書かれたと言われています ですからユダヤ人の背景を持っていれば分かることがマタイの福音書ではまあ省略されていても違法人のために書かれたルカの福音書では違法人がで理解できるようにこう言葉を補ったりこう別の表現を使ったりしています。こここののととからママタイ・ルルコ・ルカの福音書をこう見比べてみることは ここれはととても有益なことですで例えば15節今日読む24章の15節のところに「それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべきものが聖なるところに立つのを見たならば」というそういう部分があります。でこの部分はダニエル書を知っていればこれは神殿崩壊の危機が頭に 浮かびますしかしルカは異邦人読者のためにもっと具体的にこのことをですね表現しているのですでルカ21章20節を見てみましょうしかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たらその時はその滅亡が近づいたことを悟りなさい私たちにとってもよくわかる表現で書かれていることがわかります 一方でディスペンセーショナリリズムののオリーブ山説教の読み方は大ききく変わってきますなぜならこのダニエル・書ョを見た時も言いましたけれどもこのディスペンセーションでは第二神殿の崩壊をあまり考慮しないでその私たちから見ても未来の,その第三神殿での出来事についてこれはイエス様を予言しているというふうに 理解しているからですですからマタイのこのオリーブ山説教では第二神殿の崩壊については答えていないというふうに理解しますそして第三神殿の崩壊についてまたその時のことについて答えてる未来のことについて述べているというふうにしていますじゃあ第二神殿はじゃあ答えてないのかというとそれは ルカの福音書で,です、ね、先ほどエルサレムで軍隊に囲まれるのを見たらというその部分で説明しているというふうにします。またディスペンステーションではイエス様の再臨というのも、まあ、一度だけではなくてこの信者だけをこう連れていくというその「警挙」とそれから「再臨」の2つがありますのでどちらのことを言っているのかどちらの前触れのことを言っているのか。 あ、そのことをですね。こうオリビアの説教で読み取ります。ですから、オリビアの山の説教のですね。この理解の仕方をすごくまだらになっていると思いますね。で、これは聖書からその読み取ったというよりも、ダニエル書9章の独自の解釈をまあ、オリビアの説教に当てはめているというふうに私にはこれは感じますね。 ですから私は個人的にはそのような聖書の読み方というのは採用しません。弟子たちの質問は何だかというと将来の第三神殿で起こることではなく目の前にある第二神殿の崩壊について質問したというものでした。でもう一点この「オリーブ山の説教」の解釈がこう,こう難しいなと思うのは。 ダニエル書でも少しこう指摘しましたけれどもこの三角関係を頭に入れないといけないということです少し図を見てください単純に考えると争らすべき者がいて神様に選ばれた民をこう攻撃するという図はこれは分かりやすい図ですでディスペンセーションの場合は教会はですね その大観難の前に地球からこう逝去して退場しますので大観難がこの時には教会がいないというそういう理解ですですからまあユダヤ人ととキリストというこの2者の関係で考えますしかしダニエル書を見た時には獣というふうに表現されている異邦人の帝国がありました国がありました。そして選ばれた民と いうものものも出てきましたでもこの2つの単純な出来事の予言ではなかったということでした。異邦違法人の帝国もしくはその争いむべきものとそれから聖なる民ユダヤ人とは別の存在がこのダニエル書の予言によってこう祝福を約束されているかのように見えました。でこれは新約聖書を見ると 私たちには分かってくるんですけどそれは新しい契約の民つまりキリストに従う人々であるということが言えますで、この人々はユダヤ人と異邦人からなるクリスチャンだというふうに言うことができますまた文字によよらず見たまのもしくはエルサレムの,その神殿にはよらず普遍的な教会という存在だと いうふうに言うことができますでこの3つがそれぞれの間で衝突が起きるというこの三角関係を頭に入れて読む必要があるというふうに思いますでこれは目視録を読んでいくときにも忘れてはいけない視点だというふうに思いますでこのオリーヴィアム説教でイエス様が教えているのはクリスチャンに対してです ユダヤ人に対してではありませんもちろん当時のエルサレムに住んでいたクリスチャンはユダヤ人でしたけれどもイエス様が言われたのはキリストメシアだと信じる人々の利益のためにこの教えを教えられたということです。そして裁きの対象がこの違法人の軍隊であるローマ獣であるローマというよりも むしろキリストを十字架につけ人たちや教会を迫害してきたユダヤ人の宗教指導者であるということもこれは大切な点だと思います。この「オリブ山説教」24章の前の23章では立法学者やパリサービトをイエス様は批判しています。そしてその23章の最後にはこのように言ってイエス様は あ締めくくっています「マタイの23章の37節です」あ「ああエルサレムエルサレム預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つもの私は面取りが雛を翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことかそれなのにあなた方はそれを好まなかった」「見なさい」 あなた方の家は荒れ果てたまま残されるあなた方に告げます祝福あれ主の皆によって来られる方にとあなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることはありませんメシアである主イエス・キリストを拒絶したがゆえに神殿が荒廃するというそういう予言です これがダニエル書でも予言されていたことです。ですからこの神殿崩壊の出来事というのは単にこの大観難だということではなくそこには生まれたばかりの教会を守り祝福を与えるというその神の力また神の知恵があるということを念頭に置いて読む必要があると感じます。では早速 読んでいきましょう主イエス様は最初に目の前に見えている第二神殿が崩壊するまでのその印それを8つ述べることによって具体的に教えていますどうしてイエス様は具体的にどのタイミングでそのようなことが起きるか教えられということを教えられたのでしょうか それは生まれたばかりの教会が生き延びるためですそれは逆に言うと判断を間違うと滅びる可能性があるそんな切迫した状況にあなたたちは向かっていくんだということを教えているんですマタイ24章4節5節を見てみましょうそこでイエスは彼らに答えて言われた人に惑わされないように気をつけなさい 私の名を名を乗る者が大勢現れ私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。一つ目の印は偽わ言者偽メシアが出るということですでヨセフスというユダヤ人の歴史家があ書いたユダヤ古代史にはこの70年の神殿崩壊の直前のエルサレムの様子を以下のように、えー、記しています。 他方ペテンシア語りどもも右合の大衆に向かい彼らに従って荒野へ行くように説いて回った彼らは荒野で人々に神の摂理に従ってなされる確かな奇跡や印を見せてやるというのであるそして事実多くの者がその言葉を信じたがその軽率な行動は彼らにその代価を支払わせることになったというのも彼らはフェリックスの前に引き出されて 処罰されたからである。まあこのような先導はその時の犠牲者に厳しく罰せられました。それにもかかわらず民主を欺く人もしくはこうトトを組もうとする人は大勢いました。次に行きましょう。マタイ二十四章六節。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが気をつけて慌てないようにしなさい。 これらは必ず起こることだからです。しかし、終わりが来たのではありません。二つ目の印が戦争です。この時代はのはですね。戦争がまあ、ローマ帝国と周辺、そしてまあ、レオーマ帝国内でもありました。皇帝ネロが死亡した時には、その後継者争いで、えー、ローマの中でも争いがありました。で、戦争については。 主はこれらのことに心惑わされないようにというふうに言われたのですですからまだ行動すべき時ではないということですでは次行きましょうマタイ24章7節から8節民族は民族に国は国に対して敵対して立ち上がり攻防に危機と地震が起こりますしかしそのようなことは皆海の苦しみの始めなのです 三つ目が基金、そして四つ目が地震です。パウロもこう諸教会からですね、集めたお金でエルサレムにいるクリスチャンをこう養うというそういう記録がこうパウロの書いた手紙の中には書いてありますで。地震に関してはですね、この時代に大きなものがいくつかありました。一番有名なのは六十二年に起きたポンペイの 地震ですこのポンペイの町はその後ですね69年の噴火でその町ごと埋もれてしまいましたそういう意味では保,、ま、保存されましたので今でもですねこの1世紀の,そのローマの街並みというのをですねローマのポンペイに行くと見ることができます。でこの地震基金もこれはあまだ海の苦しみの 始めだというふうに言うのです。24章9「九節その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します」また「私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます」5つ目が迫害です。今まではまあ世の中で起きるこの一般的なそのまあ 災難でしたけれども、ここから直接クリスチャン自身にこう危害が及ぶ出来事です。私の名のためにとありますので、これははっきりとクリスチャンであるがゆえにキリストに従うがゆえに受ける迫害だというふうに言えます。で、これを未来のこの大惨難の時代のことだというふうに解釈する場合は。 マタイの箇所の並行箇所であるマルコとルカのこの部分を考慮する必要があります例えばマルコの13章9節の部分ではこのように書いてますだがあなた方は気をつけていなさい人々はあなた方を議会に引き渡しまたあなた方は街道で鞭打たれまた私の名のゆえに総督や王たちの前に立たされますそれは彼らに対して 明かしをすすするためですとなります同じようにこの箇所の並行箇所であるルカの21章12節には「しかしこれらの全てのことの前に人々はあなた方を捕らえで迫害し街道や牢に引き渡し私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引きずり出すでしょう」というふうに 書いてありますでここに、まあ、カイドという文字がこう出てきます、ね、これはまあ,あのユダヤ人の,その集会所で、まあ、シナゴグとも呼ばれていますけれどこれは今現代の中でですね、まあ、ユダヤ人のその街道そのシナゴグにクリスチャンが連れて行かれてむちを打たれるというようなことを聞いたことはあるでしょうか でまあ今までのこの教会の歴史を見るとまあ逆にクリスチャンがまあユダヤ人を讃えてきたそういう歴史はあ私たちは多くの証拠を持っています。ですからこれが未来に起こるというのはやっぱり考えるのは難しいんじゃないかと思いますね。また無知自体ですね。これは昔の道具だというふうに思います。しかしこの教会が生まれたばかりのその2000年前の出来事にはこのことが まさに起こったということを私たちは知っていますそれは使徒行伝を読むとですねそういうことが書いてありますパウロも鞭中ちに何度かあったというふうに書いていますですからこの迫害はこの未来のことではなくてやはり一世紀のクリスチャンが置かれた状況を指しているというふうに考えるのが自然なことだというふうに私は考えます でまたここにですね、「王」というふうに先ほどありましたけどこれはまさに64年から始まったこの皇帝ネロによる迫害を指しているというふうに考えられます。ローマはネロの迫害前まではですねまあこのクリスチャンキリストメシアというふうに従う人々は、まあ、これはユダヤ教の中のですねまあこの言い争いというかキリストがメシアだと。 いやメシアじゃないというそういう争いだというふうに見ていましたしかし64年にですねまあ、ローマので大火事が起こりてこう3分の2が焼けてしまいますけどその時に初めてですねローマはクリスチャンをユダヤ教徒から区別してクリスチャンだけをにですねその責任を負わせましたで先ほど示した三角関係を思い出してほしいと思うんですねキリストに従う者そしてユダヤ人ユダヤ教 そして日本人であるローマこの三角形がありますけどこの両方から迫害を受けたという出来事がこの60年からの迫害ですで、これは67年にローマがユダヤに対して戦争を起こるまでこの迫害が続きましたまた24章今度は10節から13節まで見ていきましょうまたその時は人々が大勢つまずき互いに裏切り に組み合いますまた偽予言者が多く起こって多くの人々を惑わします訃報がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなりますしかし最後まで耐え忍ぶ者は救われますこれ今までは先ほど外側からのこの迫害 ででしたけど今度は内側から信仰、ね、の面においてことです、まあ、これは激しい迫害の中で、まあ、当然起こることであるというふうにも言えます。でこれは生まれたばかりの教会にとっては本当にこう困難大困難の時であったというふうに言っていいと思います。で主は 耐えて真理にとどまるようにというふうに、あらかじめこのことを予測され、そして教えられたのです。また、二十四章十四節。この三国の福音は、全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますというふうにありますね。これが七つ目の印です。それは全世界に。 福音が伝えられるということです。で全世界に福音が述べ伝えられる。まあ、これはまだ起こってないんじゃないかというふうに、まあ、考える方もいらっしゃると思います。また、まあ、紀元、その七十年の神殿の崩壊の時にはですね。まあ、日本には確実に、まあ、福音は届いていませんでしたので。これは、七十年の神殿崩壊を指しているんじゃないか、この時にはまだ、この印は。 こう成就してないんじゃないかというふうに考える方もいらっしゃると思います。で、聖書を持っておられる方は、この全世界という文字にこう中がついてるというふうに思います。で、それをこう見て。ほしいと思いますね。まあ、全世界と訳されていますけど。その直訳では、人の住む、まあ、地と。いう意味です。その未開の地があるとしたら。 その逆の人がこう住んでるこの開かれている土地だということです。で、これはそのギリシャ語のその元々が持っている意味です。当時のその未開の地ではなくてこう開けた場所というのはどこを指していたかというと、おそらくこれはローマ帝国内を指しているというふうに言っていいと思います。で、パウロはですね。 ネロの先ほどの迫害の時に、まあ処刑されたんじゃないかというふうに考えられていますけど。この時には福音はローマ帝国内に。の隅々にまで述べ伝えられていたんだということが、考えられます。聖書は何というふうに言っているんでしょうか。二箇所ちょっと見てみましょう。ローマ一章八節。まず第一に、あなた方すべてのために。 私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。コロサイ1章の6節この福音はあなた方が神の恵みを聞きそれを本当に理解した時以来あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び 広がり続けていますというふうに書いています聖書はその全世界に福音が述べ伝えられているということを証言していますこれは使徒たちの熱心によって行われたことですで、7つ目のそういう意味では印は成就しているということがわかると思いますねそしていよいよ最後の8つ目の印ですマタイ24章 十五節、十六節。それゆえ預言者ダニエルによって語られた。あの、あらす憎むべきものが。聖なるところに立つのを見たならば。読者はよく読み取るように。その時は。ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。八つ目の。印は。預言者ダニエルによって語られた。あの。あらす憎むべきものが。 聖なるところに立つということですで、これが最後の印ですまあ、ルカを見るとまあ、エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たらというふうに表現していますこれが最後の印ですこれが現れた時にはエルサレムにいる人はこの時に行動する時だというふうに言っているのですどのように行動するかまタイ二巡書十何節から書かれています 屋上にいるものは家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけません。畑にいるものは着物を取りに戻ってはいけません。だがその日悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女です。ただあなた方の逃げるのは冬や安息日にならぬよう祈りなさい。まあものすごく素早い行動が求められていることがわかると思います。 まあ私はこの箇所を読むと、まあ、2011年にこの津波が日本をこう東日本を襲いましたけどその時とかですねまた最近毎年起こるこの堤防が決壊してこの水が迫ってくる時のその,人々の緊迫感とというものとこう重なりますそれほど緊急素早く行動することが求められているということです。で当時ののの社会の常識というのは 軍隊がこう攻めてきたらその固いこの城壁に囲まれた町に逃げ込むというのが常識でしたしかし主イエス様の教えというのはそれとは正反対のものでしたエルサレムを離れて山に逃げるとのことですでこのイエス様の,この忠告は当時のクリスチャンにとってある意味信仰のテストであったというふうに言ってもいいと思います 自分の常識に従って城壁の中にとどまるかそれともこのイエス様の言葉に従ってそのこの時だと思う時には思い切ってこの全てをこう置いてされも離れるかその選択を迫られたのです。でクリスチャンは主の言葉にですね従って今のヨルダン側にあるですねペラというそういう町に 逃げ込みなことが分かっていますじゃあこの実際今逃げないといけないという時はどんな可能性があるかというのを見てみましょうユダとローマの戦争は66年にネロのための捧げ物がエルサレムの神殿でまあ行われなくなったその反抗したというそのことがきっかけに始まりましたで最初は66年の夏にケスティオス将軍がエルサレムを攻撃します でローマ軍はもうすぐに神殿の門までですね、まあ、66年の11月には来ましたそして勝利は目前だったんですけれどもなぜかですね、えー、ローマ軍は軍は隊をこ,う引きますでこのことによってここの時にロエルサレムをこう陥落させなかったことによって、まあ、70年の夏までですねこのユダヤとローマの戦争が長期化することになります。 でまあ、まずこの引いた時この引いた時に逃げるチャンスだったというふうに言うこともできます。でこの時ユダヤ人は思いがけずですねローマがこう退却したのを見てですね、まあ、思い上がってしまいますそしてやっぱり神様は神殿を守ってくださるんだというふうにこう期待します。翌年67年の2月にです、ね、ネロがまあユダヤとの戦争をこう、えー、先生復待します。 でウススパシアヌス将軍が派遣されますそして、えー、最初にですねガリラエとかその周辺のおお町をですね制圧していくそういうことを開始しますそして68年の6月に皇帝ネロはあこう追い詰められて自殺しますねこの時にも,もう一度やはりもう戦争どころじゃないということで軍隊が引きます でこの時もまあ逃げるチャンスだったと言ってもいいと思いますね。で六十六九年の夏にもまあもう一度攻めてきて、えー、短い戦いがありますけれど、しかしこうネロの後の皇帝がですねなかなか変わらずこう三人コロコロ変わっていくというそういう状況が続いたので、えー、ローマの軍隊はですねこのウェスパンシアヌス将軍をこう皇帝としてこう押し出します。そして、えー、ウェスパンシアヌス将軍は皇帝となります。 でウェスパヌの将軍は息子のティトス将軍を、えー、もう一度エルサレムに送ることになります。そして70年の8月にまあ神殿を焼くことによって勝利を収めます。でこれがまあいわゆるダニエル書で言われた3年半だというふうに言うことができますね。でこの一瞬のチャンスを生かして急いで逃げるために。 まあ、血のみごとか妊娠中の女性が、まあ、不利というのはこれは分かると思いますね。また冬はですね、まあ、道路は今のように舗装されていませんでしたので、まあ、こう冬というのはあの地域は雨,雨季の季節ですのでまた安息日がよくないのは、まあ、ユダヤ人だから安息日を守らないといけないとかですね ャ安息日を守っていたからというそういうことというよりは安息日になるとですねもう門が閉められて、まあ、エルサレムのこの宗,宗教指導者に移動を制限されるそういう恐れがあるからだというふうに考えられます。で、まあ、ディスペンセーションの理解をはじめ、まあ、ここを私たちから未来の出来事だと いうふうにまあ解釈するそういう解釈は多いんですけれどもまあ、ここ未来のことだとするのはやはり無理があるのではないかというふうにまあ私は考えています私はイスラエルにまあ、3年エルサレムに住んでいましたけれどまあ、車がある現在はですねまあ、身をもの人でもですね普通に移動ができますでしかも冬でもですねまあ、道路は補正されているので 何の問題もなく、日本と同じように移動できます。で、まあ、あの地域は普段枯れてるけど、雨季の時にですね。こう、増水して川ができる、そういう枯れ川に水がこう流れて困るという場合もあるかもしれませんけど。私がいた三年間で、それが大きな移動の問題になったということは、これはありませんでした。安息日の場合も、エルサレムは比較的ですね。厳格にですね。 すべての店を閉め公共交通機関は止まりますけれどまあ、城壁のこの門がこう閉まるということはまあ,ありませんでしたで、ユダヤ人は本当にいろんな戦いを経験してきて命に関わるときは安息日でも動きますで、これは2000年前のやっぱり第二神殿の予言というふうに見るのがやはり一番自然なことだというふうに私は思いますで、実際に この1世紀のクリスチャンはこのローマが攻めてきた時に逃げたということからも分かるように当時のこの種の話を聞いた人々もこれは未来の何かことじゃなくて70年の第二神殿の崩壊のことを指しているというそういうふうに理解していたということが明確に分かると思います。じゃあではこの 予言は私たちに全く関係ないかというとそれは違います予言の読み方というのもう一つは約束とパターンというのを見るということですどの時代の信仰者にもそれは当てはまります1世紀のこの出来事が私たちの未来に対する予言となるということはこれは世予言を読むときの原則の時でも見ましたけれどそれは真理だと思います 私たちが自分の考えではなくもうその時の出来事を見てとっさに信仰によって主に従うかどうかすぐに行動するかどうかで命と破滅という全く違った結果を招く事態が起こりうるということです。私たちもキリストに従う者として今週も 歩みを続けていきましょう。